ディアマンドが暗い顔をしていると。ああ、神竜様か。その手に持っているものは？これは私の父上モリオン王から授かった具。モリオン王から？イルシオンとの戦闘で敵に囲まれたことがあってな。どうやって仲間と共に生還するか必死になって指揮を取った。その結果この勲章を授かって。しかしとあの時はただ運が良かっただけで。いつも堂々としているディアマンドにも弱気なところを見、このことは他言無用で願おう。ブロディア王国第一王子。はい、私も以前はカッコ悪いところを見せたので。でも一つだけ言わせ、うん、弱気なところもあると知って。弱気も悪いところばかりではありません。スタルーク様、大量に連れま…はい、自分でもびっくりしています。気配の殺し方が上手でしたからね。あの、ザフィア、これだけ釣れたらとびっきりの料理が作れます。よかった。では早速作りか…ええ。それでスタルーク様は誰にご自身の料理を振る舞…スタルーク様は誰かのために…母上です。母上は魚料理が好きなので、この戦いが終わったら振る舞いたいなと。そうでしたか。蛇竜が復活したという知らせがあってからは、母上は王都から離れ、次に会えた時は何か特別なことをしたいと考えていたんです。父上のこともきっともうご存知です。お任せください、スタルーク様。私の知る魚料理の知識、その魚のさばき方はもちろん、味付け、そう、多少厳しく指導することになると思いますが。お手。あの、オルテンシア王女。スタルーク王子。その、やっぱりいいです。何よそれ、すっごく気に…声ちっちゃ。あの、のつけ方を教えてほしいんです。今度は声が大きいわ。オルテンシア王女はいつも自信満々で、心のつけ方を教えてもらえ…なるほど。でも残念、あなたがブロディアの王子じゃなかったら丁寧に優し…そうですよね。あら、ブロディアは何度もイルシオンに攻め込んでいますから。それに僕みたいなゴミのために貴重な時間を割く、僕はなんて傲慢なんだ。恥ずかしいです。すぐに…ちょっと待ちなさいよ。いいんです、どうか僕のような恥の塊は。オルテンシア…ちょっと、てっきり怒って突っかかってくると思ったのに。仕方ないわ、次に会った時に。まさか昼食のおにぎりを落とすとは。これから大事な要件があるというのに。もしかしてお腹が空いているのかい。そなたは世のことを助けてくれるとはまさにありがたく。うん、メス。すごい食べっぷりだ、よっぽどお腹。ごちそうさま。メリン、感謝するぞ。え、我が姫と戦う。なぜだ、強い相手と戦うのは世もそれなりに強い。ミスティラ王女も喜ぶじゃろうて。違うよ、ミスティラ姫の進化と。なんじゃ。助けた相手が我が姫を狙っていたとは。どうしても我が姫と戦うというのなら望むところじゃと言いたいところだが、恩をあだでか。分かった、メリン。そう警戒するな、ミスティラ王女との対決は今度の楽し。
お兄様、そんなところで何をしている？ああ、まあそんなところだよ。そうだ、もっと来た。お兄様、どうしたの？お兄様、すまない、セリーヌ、ただの発作だ。発作って、幼い…最近は平気だったのだけれどね。すぐに人を呼んできます。ダメだ。どうして？こんな姿、他の誰にも見せられない。戦えない弱の王子だと、いつか倒れるか。みんなは優しいわ、絶対にそんな風に思ったりしない。僕が嫌なんだ。優しいからこそ、せめてみんなの前では何の陰りもなく、このまま休んでいれば平気だから。わかりました。ありがとう。セリーヌのような妹をもてたこと。大げさですね、そんなこと。ではセリーヌの一番の死。ありません。うん、そんなことはないだろう。それは確かに幸福ですけれど、人生最大の死だって、そんなものが来たら、その後の全ての時間を、あの頃は良かったと。それ以上の幸せ。来なかった時が怖くて、そんなもの、思えば私は幸せを願いつつ、不幸せばかり見ている。フィレネが落とされたら、お母様が死んでしまったら、今だって、このままお兄様がいなくなったら。死ぬわけがないさ、鍛えれば。本当に頭の中だけは満足だわ。だからそうなるように鍛えているじゃないか。ご覧セリーヌ、珍しい。セリーヌの足元に小さな小さな幸せ。懐かしいわ、昔は私の方が上手だったのに。いつの間に、話していたら落ち着いてきたよ。それを幸せと言っていいのか分かりませんが、元気になっ。今日のお詫びに、セリーヌには、僕これからも迷惑をかけるかもしれないけれど、フィレネの王族として支え合い、ええ、お兄様、必ず二人揃ってフィレネに帰りましょうね。こんにちは、オルテンシア王女。来たわね、セリーヌ王女。早速だけど勝負よ。どっちがお肌プニプニか選手権。プニ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 選手権は中止よ。もうですか？別に諦めたわけじゃないわ。それは残念です。そうなの？やっぱりセリーヌ王女のことを本当は可愛いって。プニプニこら、プニプニ選手権は中。ごめんなさい、オルテンシア王女。そんな素敵な笑顔で謝られた。もうやめてよ。あたたわ、言ってしまったわ。残念、今日こそお茶に誘いたか。行かないでくれ。やめて、引き止めないで。俺は目をつむっている。もし信じてくれるなら行かずにて。わかりました、これからはずっと一緒です。素晴らしい演技と表現力だ。演技なんて全然したことがないゆえ。モノマネがうまいのは演技がうまいからだよ。ユナカのおかげでいい舞台になりそうだ。私めが主役？本当は俺が主役だったんだけどね。これからは踊りの練習もあるけど大丈夫。ご時世柄、舞台や踊りを見せることなんてとってもむず。でもこんな時だからこそ楽しむこともしない。必ずこの劇を成功させたい。セアダス氏の気持ちはわかるゆえ、私めもできる限り協力しますぞ。あ、頼む、
頑張っていい舞台にしよう。ユナカさん、何ですかな？動かないで。体を調べる？どうしてですか？理由は後でご説明しますわ。その手つき、もしかして。ええ、ご名答。誤解です。私めは何。いいえ、何をですか？濡れ衣です。と落ち着いてください。嫌です。こんな仕打ちは不当。失礼。お待ちに。なルイ。はい、アイビー。あなたはいつもニコニコしているのね。そういうわけではありません。そう、私はあまり感情を表に出さないから。アイビー王女の笑顔はた、うん、見た。ルイ、何？僕は女性が仲良くしている姿を見るのが大好きです。ですので、アイビー王女のそのようなお姿も、ニコニコ笑うアイビー王女と女性たち。勝手に妄想を膨らませないでほしいわ。まずはアイビー王女から笑顔を引き出すということですので、今後少々お付き合いを。己の欲望を満たそうと強引に進めるその度胸、嫌いでもいいでしょう。フィレネ王国の騎士ルイ。はい、必ずや。オルテンシ…え？な、じゃん。似顔絵を描いたんだ。素早く絵を、ほら鏡に映したようにくっきりと。オルテ…何よこれ。ぼーっとし、私としたことが不覚だわ。ちゃんと…そうかな。何言ってるのよ、こんな表情。はい、これが完璧な決め…さっきの顔…つべこべ言わない。はいはい、もう一回描きますよ。いいじゃない。あんなぼーっとした顔が後世に残ったら、ま、そうかな。なんてこと、暁の巫女の指輪と若…すまない。あのね、もし死ん…それで二つとも奪われちまってたら意味ねえだろ。バッ、ごめんなさい。 でも、また取り返す。指輪を取られてもお叱りはないんでしょ、マロン。なぜ命令以上のことをしたの？でも、聖騎士の指輪だって、聖騎士…私はベイル様のご命令に従っただけよ。これ…今回のことを言い訳する気はない。もう…こいつはただ褒めてもらいたかっただけだ。まあ、あなたいつの間にマロンをかばう。それとも、ベイル様の剣があるから。でも残念、ベイル…約束が…ごめんなさいね、待とうと思ったのだけれど、約束をたがえていたのはそちらも同じよ。私たちは家族なんだもの。わ…マロン、逃げろ。させないわ。二人とも伸びちまったぜ。羨ましそうに見るのはやめてちょうだい。こいつらはどうする？目覚めたら追いかけてくるでしょう。それより例の件は頼んだ。少しの才にも抱かせないよう存分。分かってるさ、奴がソンブル様の巫女かどうか。
戻ってきたわね。中にはジャリュー・ソンブルがいるはずです。それから、ええ、無事でいてほしいですが、敵として立ちはだかることが考えられます。警戒を怠らないようにしないといけません。どうしたんだい？デスタン大教会で紋章シマルスとはあれきりでした。結局取り戻せないままこの場所まで来ましたが、僕たちはあの頃より強く、それに君だって神竜として立派にせ、神竜として、ああ、だから取り戻せるさ。それは何よりの褒め言葉で、行きましょう。誰もいませんね。いるし、いいえ、王城兵すら姿が見えないのはおかしいわ。ソンブルは城の、みんな異形兵になってるって。そんな、王城兵ならここにいるぜ。グリ、久しぶりだな神竜様。ああ、イルシオンの姫君には港ではマロンとモーブが世話に、残りの指輪も早く欲しいだろう。慈愛の王女の指輪、正真正銘の本、セリカ、俺を倒したら返してやる。何を企んでいる？そっちこそ何を警戒してんだ。あなた一人では分が悪すぎます。言ってくれるね。安心しな、誰もここには来ねえよ。どういうことです？戦わねえならこれ以上は。分かりました。何が狙いか知りませんが、覚悟してくださいグリ。そうこない、時間をかけて俺をズタボ。すぐに肩がついちゃ面白く。消えた。これは暗がりに潜んでいるかもしれません。どう料理するか。花は美しく。失礼します。ごきげんよう。私の出番ね。指示をくれ。すみません。守らないと。僕なんかが遠慮なさらず。
暴れてやるさ。どうやって止める？刺すか潰すか。何も恐れることはないさ。お前も高ぶってきたみたいだな。最高。かくれんぼにも飽きただろう。覚悟はある。余の出番か。私の神様。許されないわね。私が守ってみせるよ。失礼します。でいっ
幸福だったかい？がないとなるかしら。君に敬意。
通らない。目をそらしません。誰にも負けないくらい強く。真の戦いはこれからだ。
せ。するのは嫌じゃ。何のこれ好き。服が汚れたわ。望んでおった。
礼します。戦など望んでいないはずなのに。待ちくたびれたぜ、神竜様。指輪を返してもらいますよ。無視かよ。指輪ね。負けるものですか。いい風ですね。するのは嫌じゃ。取り戻しました。何がおかしいんです。いや何も。その紋章紙にはソンブル様のお力が入ってる。さっさ言われずとも守れ響きのエンブレム。ありがとう紋章紙セリカ、やっとあなたを取り戻せました。いいね、高ぶってきたよ。セピア、
あんたの予想は大当たりだ。気でもおかしくなりましたか？気でもおかしくなった？そのセリフそのままお前に返してやるよ。なんでそちら側にいるんだ？清廉で純粋な顔して神にでもなったつもりか？お前の正体は神竜なんかじゃない。こう言った方が分かりやすいかもな。邪竜の巫女様さんよ。私が邪竜の子？ありえぬ。言いがかりは許さぬぞ。へえ、騎士様はそいつの何を知って、それとも千年前からお前を？いいことを教えてやるよ、紋章師の権限について。しかしそこには決定的な違いが。呪文による権呪文。ついさっきあんたの権限は、あんたは間違いなく邪竜の血族。じゃあ母さんはどうして私？そりゃ知らねえよ、本人に聞けば。貴様！怖い怖い。とにかく俺は今回それを確かめに来たん。指輪を渡さないといけなかったのは痛手だったが、おかげでソンブル様もベイ。え？おっと、口が滑って。せいぜい逡巡してろ。そこにいるし、仲間内で争うか離散するかどうなるか楽しい。じゃあな。待て！私が。大丈夫だ、あんなの嘘に決まっている。冷静になりましょう。敵が仲間割れを狙っ、ソンブルが城にいないというのも私たちを惑わすための言葉かもしれ。ひとまず城内を見回ってみよう。どうだった？どこもかしこももぬけ。こちらもよ。これからどうすべき？グリの言うことが本当なら。な、何を言い、夢を見たんです。母さんが死んだ日、今までただの夢だと思っていましたが。そんな、何の証拠もない。証拠ならあります。紋章師シグルド、ここにいる。あなたに聞けばはっきりしますよね。答えてください。私は、うん、そうだ。なんという。やはり黙っていてすまない。全て忘れているのなら、君が目覚めたあの日に。母さんはなぜ？君がソンブルに見限られたからだと聞いている。何より千年前のルミエルと君は。それ以上詳しいことは。ありがとうございます、みんな。今までごめんなさい。そんな、謝られることなど。神竜の力がないと邪竜は封印できます。邪竜を封印する術がなければ、今後私が本物の神竜で。神竜の力がない？どうしてそう思うんだ？え？確かに君は邪竜の血族だ。フルルの港で私が君の元に戻った後。でもそれは邪竜の呪文。邪竜の力で権限した紋章師は。思い出してくれ。邪竜の力で権限。いえ。どういうことですか？邪竜は呪文により紋章師の自由意志を奪う。神竜は祈りにより紋章師の自由意志を残す。だが君は邪竜の呪文も。では私の中に。その通りだ。しかしそれよりも雄弁に、その髪と火、その青はルミエルの愛だ。なぜルミエルがその命を縮めてまで力を与えたと思う？母さん。私も他の紋章師たちも話をして絆を深めることができたのは、ルミエルを継ぐ者は君以外にいない。これを聞いてもなお皆と離れるか？いいえ、離れたくなどありません。私が邪竜の血族であることは変わりません。
神竜としても生きることを許してくれますか？当たり前だろ、アルフレッド。確かに最初は神竜という存在を必要としていたさ。邪竜も神竜も関係ない、君だから必要なの。あなたがいなければここまで来られなかった。たとえ今は力が半分でも、残りの半分を。私は生まれとか気にしないよ。大切なのはその人が何を、何に生まれてもしたいことをする。私は正直複雑だったわ。このつながりをここで絶っていくだなんて許さない。皆の気持ちは分かたれない。君は今もこれからも。みんなまだ分からないこともたくさんあります。昔の私が取り返しのつかないことですが、今はみんなと一緒に歩ませてください。私たち紋章師も君についていこう。良いですか？そっか、そうだ。うん。ねえ、いいかい？いい？あの、はい。神竜殿。モーブ。先ほどの話を聞かせていただきました。あなたがもしそれが誠であれば。足止めに来たというわけではない。あの方はずっと兄弟に会うこと、あなたに会えればきっと会えるのなら私もそうしたいです。本当の彼女はいつも私たちを助けてくれました。ベイル様はソンブル様と共にリトスの地に。詳しくお話ししている時間はありま。どうする、ついて行ってみましょう。どうしたの？なんだか戦っている時迷うことがあるんです。後になってああしておけばよかったんじゃないかと。あなたが間違うことがあれば仲間。肉体を伴わず精神だけが肉体の不在を補うほどの強い精神力。それはよくわかりませんが、私は一生懸命に鍛錬に励むアルフレッドさんを見ていると。両親は王城兵になりたいって私を応援してくれた。子を残していく親の気持ちはよくわかる。私は夢を叶えられたんだ、両親のおかげさ。そうやって思いは継がれていくのだろう。私もいつかは可愛さではもう勝ってるかもだけど。いいえ、オルテンシア、あなたは7歳の。うん。けれど母親という後ろ盾を、汚い思惑がはびこる城内で子供が一人でも、あなたはそれを可能。私自身の力。お母様譲りの愛嬌と忍耐強さで、年頃になってからは私と同じ学園に通い、全部あなた自身の力で。もう分かったでしょう。いつかはお母様みたいになれるか。すでになっているわ、魅力ある女性に。
さか。お姉様にありがとう。お礼を言うのは私の方よ。幼少時からあなたたちの姿にありがとう、オルテンシア。お姉様、私お姉様の評価に恥じない王女でいるわ。お姉様と離れ離れになった時、お父様もいなくなって。一人にしてごめんなさい。約束よ、もう絶対に離れ。ええ、私たちはもうあなたが私の妹で本当に幸せよ。私もよ。今日の夕食もおいし、オロ、そこに根野菜が。あの根野菜は筋肉鍛錬を愛す。ありがたくいただきますわ。失礼します。ちょっとお待ちを。申し訳ありません。そういうあなたはフィレネ王国。いさかいは避けたいので端的に申し上げますわ。慎んで。断るって横取りをしておいていい。横取りだなんて汚い言葉はや、うん、もうパクリ。私の森恐縮です。許しがたいことですわ。カードさん、セアダス、あんなに必死で占う。どうか教えてくれ。でも食べなきゃ空腹で死んでしまうので。うわあ、ええ、この前と全然いい。落ち着いてください、セアダス。神竜さん、よくわかりませんがあなたらしくないですよ。じゃあこれ食べても太らないんですね。小麦とバターを練り込んだ生地を揚げて油たっぷりのソース。ああ、それ美味しかったです。大丈夫です。嘘ですよね。神竜様、顔を。ごめんなさい。でもどうせ動くので問題ないですよ。気に。俺はそれじゃダメなんです。優れた踊り手、特に戦場に立つときは俺の踊りで一時の気の緩みで士気を上げられず死人が出たとしたら。セアダス、今日は草でも食べて占い小屋に引きこもります。よし、これで住人抜きだ。ザフィア、ディアマンド様、見ていてください。兵士たちの状況を把握するのも仕事のうちだからな。私ならいい状態に仕上がっています。いつ戦いになって。頼もしい限りだ。どうだザフィア、私とも手合わせしてみないか。ディアマンド様と手合。なんだ。私はもっと鍛錬を重ねて強くならねばなりません。自分に納得できるようになったらその時は手合わせ。ほう、いつになったら納得。それは憎しみを。イルシオンとの戦争で多くの血が。私はあの時の記憶を未だ拭いさ。強くなればその答えが見つかるような気がして。そうか、変な話をして。こちらこそ、せっかくの誘いを断ってしまい申し訳ありません。やはり狼に乗って爆走。昔はよく夜中にこうやって。仕方ありませんわ、今は戦の最中。でもさ、何を急に。だって野党を木に縛り付けて狼の餌にしようとしてたじゃん。脅しですわよ、本気で食べさせよ。それに言葉遣いだっていい度胸だ。表に出やがれ雑魚どもが。で、やめてくださいですわ、昔の私のモノマネは。
私は昔のパネトネも今のパネトネもどっちも全くもう困った姫様ですこと。何でしょうかこの島は。私の生きていた世界にあった。それはノーバ海峡に浮かんでいる島で、地下には祭壇ですか。なんだか懐かしいわ。あの頃の思いばかりが先走って、仲間にもよく迷惑をかけたわ。セリカにも。あの頃私は祖国を救う方法を知るために島には道中で立ち寄ったのよ。その前には人々を苦しめる海賊を退治したり。セリカは人々を助けながら旅をしていたんです。もしあなたが同じ立場だったら。困っている人々を無視することはできません。そう言ってくれると思っていたわ。どういうことですか。ここはあなたに試練を与える場。この試練を乗り越えることができれば。さあ武器を手に取って。わかりました。戦う準備は万全よ。あの敵がいると仲間をどんどん召喚されてしまいます。味見をしたい。かわいい？私だって。つわものは違えないわ。行くさか。どうぞお好きに。ええ、はい。アルフレッド・マイル。
私を怒らせたら倒すか。矜持を胸に。私は負けん。真の戦いはこれからだ。私の勝利だ。
すみません。よっ。次の工程は加勢します。丸焼きにして苦しい戦いだった。僕が君を守ってみせる。
だか嬉しそうね。ずっとフィレネにいてくれたセリカに僕たちの成長を見てもらう。それだけ言うって。もちろんさ。さあその目でた争いは嫌いよ。こうして武器を向け合うのは、本当はおしゃべりをしていたいところだけれど、手を抜いて勝てる相手ではないことは承知よ。もちろんよ。私は勝負よ。ことはない。私の負けだわ。ありがとうございます。あなたはまだこれからも仲間たちとの絆、それがきっと。わかりました。今まで以上に頑張ります。そうして世界に平和を取り戻したら、もう誰も悲しまなくていい。私にそんなことができ。道は遠く険しいと思うけど、セリカにそう言われたら成し遂げるしかありませんね。これか。はい、よろしくお願いします。